2023年10月7日土曜日、セラピーワールド東京で登壇いたします。日本アロマコーディネーター協会の奈良林勝美です。今回はカルシウム不足がシワやたるみの原因って知ってたというテーマでお話し,します。カルシウムとシワやたるみに関係があるって、にわかには信じがたいですよね。でも、40代日本人女性の頭蓋骨のもたが、 650g なんですけれど、70代になると、なんと半分以下の 280g になります。歯が数本する、抜けてしまうことを考慮しても、驚くほどの変化ですね。当該の骨が痩せて、小さくなるわけですから、外側の皮膚はたるんで、シワができて当然です。さらにカルシウムは、表皮の 細胞同士をつないでいでます十分なカルシウム摂取が、キメの整った美しい肌を作るためにも、健康な肌でいるためにも必要なんです。しかし、日本人は生まれた時からカルシウム不足なんですよ。カルシウムを積極的に摂取したいところですが、一般にはカルシウムの取り過ぎは筋肉や関節、血管など、 本来、石灰化してはいけないところにカルシウムが付着する異所性石灰化が危惧されます。講座では、どういう時に異所性石灰化が起こってしまうのか、さらに異所性石灰化が起こらないカルシウムの摂取方法を紹介します。また、それによって、整形外科医も驚くような事例として、脊柱管狭窄症や変形性股関節症、 骨訴訟書、ストレートネックなどの改善例をレントゲンを用いて紹介します。また、アロマトリートメントと骨の関係についてもお話します。今回の講座の内容は、ご自身やご家族、そしてクライアントにも役立つ情報です。ご期待ください。